サラちゃん、トマトがね、サラちゃんできたよ。すごいよ、桃太郎っていうトマトができたよ。ここに桃太郎というトマトが赤くなってきました。こちらはミニトマトです。大きさの違いがすごい分かりますよね。なんかね、こんなね赤くなってきてね、すごく美味しそうなんで、これを摘んでサラちゃんにもあげたいなと思います。前に摘心した花もこんなに綺麗にこんもり咲いてます。桃太郎というトマトを収穫してきました。これめっちゃ大きい。ミニトマトはこんな感じ。大きさの違いがすごい分かりますよね。でキュウリもまた収穫してきました。なんかキュウリはね、毎日ね3本ずつぐらいできてます。じゃあこれをね、今からサラちゃんにもあげたいなと思います。はい、サラちゃんにはですね、いつものフードにトマトをトッピングしました。こちらはお母さんは冷やして食べたいなと思います。美味しそうやね。はい、サラちゃん、それじゃ今からねご飯食べます。はい、サラちゃん待てよ待てよ、まだよ、まだ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 待て。サラちゃん、はい、ま、はい、ちゃんと待ってるね。よし、母ちゃん食べとうときは真剣やな。母ちゃん、きれいに食べたね。美味しかった？ごちそうさまやね。